今晩は怪しいものではありません。少しの時間で結構です。私の話を聞いてください。聞いてますでしょうか。あなたには今災いが降りかかろうとしています。今からでも遅くはありません。我々の信仰は人を選ぶことなく救済を行うことです。あなたを助けることができるのは私たちです。さあついてくるのです。我々に迷うことはありません。さあ、だから現実の話をしてあげてるんですよ。岸さん。岸さん。私ですよ、岸井さん。私ですって。ほら、岸井さん。だから、私ですよ。ほら、この顔。そんなことじゃありませんよ。なんですかね、プンプンするんですよこの町。私の研究材料にぴったりで。きついなあ、岸井さんは。作家業は波が激しくてね、地道にルポなんかもこなしていかないといけなくて、今度新興都市の文化遺産の研究をしていて、それでこの町にスポットを当てて特集するんですよ。東大元暮らし、いやいや、虎穴にいらずんば孤児を得ずかな。まあ簡単に言うとですね、あなた方がいつも見ている日常の風景、
現在の姿と過去の姿というのは実は表裏一体の関係を結んでおり、町に点在する木々など長い長い人の歴史の中でそういった関係を土地とともに営んでいる。つまり人の知らないところで意志は生まれ、それは人に跳ね返ってくる。なんとこのロマンスグレーのダンディーな私の知識が。そうですか、しょうがない。そろそろ本題に入りましょう。大人の話は聞くもんです。いいですか、これは岸井さんにも大きく関係することですから。そう、あなたの通う学校、ひなしろ高校です。あの空間で起きた数々の超常的な現象、ひなしろ高校を拠点にしてひなしろの町全体に派生した摩訶不思議な出来事。私が推測するに、ひなしろ高校に特別な意味性があるんではないかと今研究中なのです。思い出してください、あれらの出来事を。それだけじゃない。長谷川ゆかりさんも特異な体験をしましたね。どうです、普通じゃないでしょう。え、それはね、岸井さん、あなた方はこの町に住んでいるからです。自分たちのエリア、いわば縄張りですよ。その中で起きた全ての事象は現実であり事実である、それは否定することはできない。本能が働くんですよ。どんなに奇怪であろうとも日常の姿であると意識が勝手に判断する、防衛本能とでも言うのでしょうか。自分たちの生活を守る手段として、認識の破壊から身を守るための手段としてね。知ってます、見てましたよ。言うなれば私も変態の一種ですから。彼らは同類みたいなものです。それに可能性の問題ですよ。それに私は直接関係することはできない。あなた方の生活圏内を侵すことはできないのです。私はあくまでもよそ者なんです。冷たいようですが、あなたたちの町の問題はあなたたちで解決しなければならないのです。
そうとも言えます。まあまあ、そういきり立たないでください。これでも間接的には手助けができるんですから。ん？よくそんな言葉が出てくる。わかりました。それではいいですか。よく聞いてください。私の役割はこの町を観察することです。つまり岸井さん、あなたを含めて観察するということです。そう、合法的な覗きをしています。私の荒俣カスタム手帳が全てを記録するのです。ですから岸井さん、どこかで私を見つけてもらえれば、あなたの行動は全て記録して差し上げられます。どうでしょう、なかなか便利なものでしょう。どうします、早速記録しましょうか。わかりました。どうぞ素敵な旅をお祈りしています。真面目にやってはいるんですがね。それじゃあ、健康にはお気をつけてください。それではまた。あら、また。ミカ、帰ったの？お帰りなさい。もうご飯できてるから早く着替えてらっしゃい。ミカ、早くいらっしゃい。俺だよ。いや、ちょっとな。出てこいよ、話があるんだ。ダメか？大事な話なんだが。悪いな、こんな時間に。
ミカの元気な顔が見れないと心配になって。不安なんだよ、どこかに行ってしまいそうで。大丈夫そうで安心したよ。それでこそミカだよ。あの公園にいる。すまないな。ミカ、こんな時間にどこ行くの？Thank you.
落とし物だよ。ミカ、学校は楽しいか？あなた何突然そんなこと。会社でな、娘さんが行方不明になったって。ほら、特定権利課の田島さんだよ。渋谷かどこかで消えたらしくてね。身内の私生活何も知らなかったらしい。日本がスラム化していることなんて、私たちの年代は身近でことが起こらないと実感できなくなっている。なんだかとても恐ろしくなってね。生きているか。パパ、ですからいちいちミカの言葉真に受けないでください。感覚で喋ってるんですから。まずレタスとトマト、キュウリ、今の時期はキュウリなんかは。そういうもんなのかな。それはそれで幸せなことかもしれないな。パパの年代になると。はいはい、パパの話は長いですから、もうそのくらいにしといてください。なんだかね。今日は全国的に高気圧に覆われ、蒸し暑いお天気となりました。しかし太平洋側、小さい子って言ってもいっぱいいるから。そうよね、大変ね。どうしてかしらね。ひどい親がいるもんだわね。おう、ちょっとあなた、大きな声出さないでください。おい、これミカじゃないのか？え、今日午後10時頃、トラックとバイクが正面衝突した後、トラックはガードレールに激突。道を塞いだトラックに4台の乗用車が衝突。死者1名、7人が重軽傷を負いました。現場に石井レポーターが飛んでおります。石井さん、お願いいたします。はい、こちらは霊月峠の検討です。警察の発表によりますと、トラックを運転していた会社員の吉田隆容疑者35歳を業務上過失致死などの疑いで逮捕しました。現場はトラックと4台の乗用車からガソリンが漏れ炎上、一時は森に引火する恐れもありましたが、現在は鎮静化に向かっております。この事故でトラックとぶつかったバイクの運転手、稲城大学1年の火山京子さん18歳がトラックに巻き込まれ死亡いたしました。飲酒運転が原因とみられるトラックが対向車線に進入し、京子さんの運転するバイクは回避することができずにぶつかったとみられます。トラックとバイクの衝突後、乗用車4台玉突きで死者1名、重軽傷者7名を負った事故は飲酒運転が原因とみられております。以上、現場からお伝えいたしました。あんた、狙われてるよ。驚いてるよ。いい女だな。何もしやしないよ。何もね。
わかりました。ムーンライトシンドローム。